はい、どうもマロチェイス、よろしくお願いします。グランプリ47回目やっていきましょう。はい、今回はグレートキャッチカップ第2戦です。勝ちます。よし、ちょっと待って、いいね、ビッグバン校長、いい名前だね、派手な名前だね。お、第2昇格戦、とうとう俺も名人から上に行く時が来たようですね。野手調子悪いね。ちょっと待って、野手の前にピッチャー、大谷は、お、 いけるじゃん、大谷だぞ。うん、これでいきましょう。うん、こうなると大谷をね、ちょっと打順上げたくなるよね。で、あのね、コメントで守備に絶不調とか関係あるのかというコメントいただいて、まあ今までね、その何にも気にすることなく、例えばそうね、浅村だったら、まあ、絶不調だったらもう全部ダメだろうっていうのが俺の考えだったの。というか気にすることもなかったの、そこに対して。で、調べてみたんですよ。うん、そしたらね、ちょっと2014の情報は見つからなかったんですけど、2010の情報は見つかって、それによると、守備、あと走塁には影響出ないみたいです。はい、野手だったら、攻撃時バッターボックス立った時、うん、ミート力パワーとかだね。あとピッチャーだったら、スタミナの消費量とか、スピード、球威、コントロールか、うん、まあ、そこら辺に影響があるみたいなんですけど、まあ守備走塁には影響ないみたいです。はい、ただ2010の情報です、絶対とは言い切れません。うん、黒羽、大谷、ちょっと一個ずつ上げていこう。ここだな、ここを、いや、6番で5番、ファースト畠山、これでいきますか。うん、これでいこう。6番か、あんまりイメージないけどな、あんまりイメージないけど、大谷に関してはね、わかんないんだよね。二刀流やった人が今までいないから正解がわからんってのもあるよね。とりあえず6番でいきます。はい、これで問題ないね。行きましょう。うん、行きます。うん、あとコメントで、グレートキャッチカップが終わった後のお得ノーマルカード買わないんですかと。はい、買います。すいません、忘れてました。いや、これ本当にね、ありがとうございます、言ってくれてすごい助かりました。そんぐらいだったら買う余裕があるんで、はい、グレートキャッチカップ終わったらお得ノーマルパックだっけ、うん、それは買います。まあ値段によるんですけど、多分買えると思います。よし、あと声大丈夫ですかというコメントをいただいてたんですが、なんか変だったかな、元気なかったかな、全然大丈夫です、お任せ。あとね、ちょっと今回のこの試合の目標としては MP を使い切りたいなと思ってます。まあ、使い切ることだけだったらもう乱暴にね、雑に使っていけばすぐなんですけど、うん、そういう乱暴とかじゃなく、的確な指示をできるだけ出し続けて MP を使い切りたいなと。むしろ足りなくなってもいいと思ってます、今回は。ナイバッチ、まあ、最終戦に向けてね、ちょっとでもその王道野球の MP になれたいなということで、送りバント、バントしました、打ち上げてしまいました、いいんじゃないですか。一塁送球します、アウト、ワンアウトです。バッターボックス、外野まで持っていくこと、
とりあえず身長走塁、コンパクト、外野まで持っていかないかな、あ、ラッキー、オーケー、ナイバッチ、お任せ、取りました、二塁は無理、一塁送球、よかった、ツーアウトになりました、ツーアウトランナー二塁、お任せ、高めのボール、これはどうか、最後はレフト、いやちょっとランナー置いた状態で大谷とか回したかったけどね、大谷がどこまで行けるかだよね、三振です、変化球、なんかどこまでも行けそうな感じはするけど絶対にどっかで崩れはすると思うんですよ、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、同点のランナーを出してしまいました、よし、ゲームはこれから2回の裏に入ります、ヤクルトスワローズ、ヒット打ってほしいかな、コンパクト、よく見ました、よし、バッターは7番、見ていけ、落ちないかな、落ちないね、レフト掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました、バッターは8番キャッチャー、そうですね、黒羽、流し打ち持ってるんで、右打ち、うまい、お任せ、打ちました、平野、二塁送球、スリーアウトになりました、まあブルペンだけは構えておきましょう、今枠井出したいな、どっかでできれば先発で出したいかな、引っ張った、抜けました、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました、先頭バッターを出し、ナイバッチ、今の投球小宮さんいかがですか、送ってきた、あーっと上げてしまった、ピッチャー取った、まあ結果的にナイスバントだね、バント成功、ワンアウトランナー三塁、ジャストミー、やられた、雨の中伸びていく、さあ同点のランナーがタッチアップ、サードランナーがホームに帰ってきました、ライオンズ、今のシーンです、アウトコース打ちました、やっぱあれだね、相手もう弱くないよね、しかしこの回見ていけ、引っ張った、セカンドが前に来る、セカンドが取る、これでどうしたの相手ね、盗塁はね前回の試合で、まあ、あの警戒されたっていう恐怖はあるんだよね、送りバント行こう、送ります、打ち上げてしまいました、取りました、送りバントは失敗です、ワンアウトランナー一塁となりました、打順は3番グリエル、先ほどの打席、お任せ、いや走らせたいけどね、すくい上げた、サードが落下点に入ります、堂林が掴んで2アウト、ちょっとここで内川には仕事してもらいたいかな、高め打ちました、よし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 、センター前、スワローズチャンスになりました、2アウト2塁1塁、いやここはうまくバットが出ましたね、お任せ、いやっていうか MP きついね、ストレート打った、セカンドうまく捉えて、きついわ、1塁アウト、これで3アウト、リプレイでご覧いただきましょう、スワロー、やっぱねその使い切ることを目標にはやってはいるんですけど、4回の表ライオンズ、貧乏症なんだろうね、
ブルペン大丈夫だね。なんかそのもったいない病みたいなのが出る。インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウト。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスは4番、ゲッツコーチアゲン。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。打ちました。大丈夫でしょう。よし、岩宮が抑えています。ワンアウト。ワンアウトラン。 OK、 バット出ず三振です。バッターボックス際どいが、あっとファーボールです。よし、見逃しで三振。危なっかしいな。なんとかここで食い止めました。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃。大谷1失点しかしないわけでしょ。まだ大谷かな。任せよう。変化球空振り、ワンアウトです。任せ。2球目打ちました。強いな相手が。相手強いな。面白いね。打ちました。一塁送球。やっぱこういういい勝負の方がいいね。やってて間違えた。今よし、抑えてこい。打ちました。はい、ピッチ。変化球空振り。よしよしよし。空振りを取ります。さあ本田からだ。待てよ、この回で点取っちゃいたいな。森野。さあ同点の場面。この回で点取れれば9回抑えて勝ちでしょ。見ていけ。落ちろ。うまいな。うまいな。いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、スライディングキャッチに阻まれてしまいました。コンパクト。打ちました。取りました。一塁送球。アウト、ツーアウト。きついね。そんな言ってないもんかな。スリーアウト、チェンジ。金子。ごめん。平野。よし。今なんとか抑えてくれ。抑えてくれれば。スワローズに選手の交代がありました。この裏でなんとかする自信はある。バッターボックスには代打の川端。抑えてさえくれれば。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。小宮山さん、これはピッチャー不用意です。ゲッツーシフト。お任せ。よし。ワンアウト。中継にボールが送られる。ワンアウトラン。左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。いやーまずいぜ。左中間へのヒット。MP を守備で使うことになるよこのままだと。
これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからベンチは、いやもうここね、大谷のポテンシャルに任せるわ。よし、ここは投げ勝ちました。ツーアウトになっています。さあ一打勝ち越しの場面、任せる。高め打った、セカンド取った、オッケー、よくやった、よくやった。これ MP30 まで溜まるでしょ、3回出せるわけじゃん、指示を。6回の裏、うん、いけるいける、大丈夫、計算もできてる。まあ延長に入ったらもうピッチャー交代だね。里立つ用意しておきましょう。今コンパクト、スワローズ同点で迎える最後、うちのボール打った、これはどうか、レフトフライ掴んでアウト。誰かツーベース、二塁行け、二塁行ったらここが勝負だ、使うからコンパクト。三遊間、ナイバッチ、ナイバッチ、ワンバウンドヒットになった、左中間へのヒット、これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。9割で走ろう。さあここでスワローズバッターボックスは、ああダメだ、ダメだ、計算できてなかった。そっか、盗塁したら動かし勝負だ、使えなくなっちゃうのか。お任せでいこう、お任せでいこう。ヒットでやっぱり警戒してきたね。タッチもセーフ、変化球打った、サードの左取った、二塁へ、一塁送球はどうか、際どいタイミングもいねえよ、セーフ、よく走りました。バッターは大谷、任せるわ。打った、うん、取った、延長だ、ランナー出ましたが0点に抑えるべ。加藤翔平、レフト OK です。ピッチャー交代、外立つ、大谷お疲れ。今ブルペンに電話して、さあ交代を告げられ、これから7回、ライオンズはなんとか0点に、ここが勝負だとかだろ、使ってくるのヒット。ここで声をかけました、さあ注目しましょう。けど今まで見た監督の中で一番真面目じゃ、真面目そうな感じだね、相手。インサイド打った、サード取った、二塁送球、オッケー、オッケー、左中間へ、よし、よしよしよし、リプレイでご覧いただきましょう。よくやってくれたわ。7回の裏、ライオンズに、畠山ダイソー出そう。遅くなきゃいいっていうことで金子かな。あ、ここはいいや、ちょっとどうすればいいか分かんないから OK です。これでで代打、さよなら持ちとかいませんか。いませんね。まあチャンスに強い秋山でいきましょう。速攻使おう、ここが勝負だ。今さあここでスワローズ打順、とりあえずここでヒット打つことだから、まず何よりも、通常走塁で OK です。ここが勝負だ。ここで声をかけました、サードにランナーを置こう。注目しましょう。
マジか。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ちょっと待って、いや、まあ、絶好調でしょ、黒羽だわ。頼む、打って、この回で決めたい。マジか。外れてフォアボール。頼むわ。スワローズの切り込み隊長糸井、頼むわ。外の球打った、セカンド正面掴んだ。リプレイでご覧いただきましょう。いい勝負だね。いやーきついな。リリーフ、今リリーフカーに乗って、これから8回、よし頑張れ。バント、ケツだろ、ケツシフトだ、お任せ。バントか。送りバントだ、三塁方向、キャッチャー取った、一塁や、まあしゃあないわ。あと2アウト、何とか取ろう、最少失点で取ろう。打った、高いバウンドになった、オッケー。そのまま入って一塁アウト。すげえ落ちたなフォーク。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、空振り三振を奪いました。ナイピッチ、ちょっと引いたわ、すごくて。すごいな。さあ交代を告げ、お、カーター、さよなら持ちです。うわー、ゼフ長が、枠い、この回で決めよう。ちょっとさ、あ、そんな落差ないよねフォークね、すごい落ちたように見えたよ。さよなら持ちでしょ、やらせっから、任せっから。送りバントすっから、俺は同じことしてやるよ。スワローズバントしました、一塁方向、キャッチャーが抑えた。オッケー、これでガイアフライでいってんだ。 MP9 だべ、足りねえな。足りねえな。え、身長走塁任せる。内川じゃないのか、そうだよね。対右 A だから。さあ一打サヨナラの場面、87でしょ、 MP 出せるは使い切れる。ほら出せた、コンパクト行こう。はい、お任せ、頼む、打って、よし、え、うわ、よし、よしよしよし、いやー危ねえわ、危ねえ危ねえ、危ねえ。あ、でもね、前の試合も坂口代打で活躍したよね。いやーよかった。いやー、ないピッチだったと思うよ、大谷。よかったです、あざます、背負ってます。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。もっとアップで移し合いで、ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。さよならタイムリー、びっくりマークもついていいね。達人、もうね、第2認定のこと忘れてたよ俺、第2昇格戦達人か。じゃあ今日の動画のタイトルは、魔の達人の神采配だな。神采配だったかな。いやーよかった、勝つだ。超苦戦した。いやーけどやってて面白かったわ。
やりました。お、トレードセンター見るだけ見ますか。うん、特にいいかな。いやー、よかったよかったいやー、ほんとね、長かったね。何分やったんだろうし、結構長かったね。うん、ちょっともう話さないでやめようかな、長いし。あと第3戦最終戦もなんとか勝ちたいと思います。はい、まあ多分苦戦するのかなとは思うんですけど、まあ、それでも最終的に勝てればいいなと思います。はい、次も頑張ります。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。